今日燃えてるでしょ、ちょっと。え、燃えてるでしょ。あ、これ高ったよ。ピッチャーちょこっとよ。ちょっとよ。ピッチャー左だ、左。打てない、左。得意だ。左打てない。左だよ。左だと。石川みたいな。石川みたいな。そうなんだ。でもさっきね、あのブルペンでね、いい球投げてたんですよ。へぇ。なんかね、ナックル、今のナックルとかっつって、スクリューとかって言って。マジっすか。そうだなと思って。いっちゃう。何でも来い。結構球速い。本当、うん、でもさっきより重さがない感じですね。なるほどな、全く見てなかったわ。でしょ。ああ、本当本当本当。まだまだまだ、まだ一級目だろ、一級目だろ。味方にも責任も口上げたくちゃ。いや、まずは味方から騙したから。そうだよな、そうだよな。コメント入れてくれるから。これ、剛速球入ってる。剛速球だよ。本当だ、剛速球。すごい。剛速球ですね。いや、違うよ、そんな試合に入るすげえ投げてくるんですよ。もう一人白いユニフォームの人いかんない。まだ温まってないんだ。違う、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 見間違い。人間違い。分かんない。あ、本当だ、そうね。今さ、美味しいじゃないですか。ピッチャーが左ピッチャー。そう、これで、いざプレイ1回目から。すごいな。あ、トラック、可能性あるね。あ、今の変化球だね。今の変化球ですね。今、結構クリーっぽいよね。今、シュートできた。シュート？うん。あ、馬場君が来た。バリーロンズ。バリーロンズ。はいはい。バース。お、今バースだね。オーケーポイント。ポイントシュートの質問。オーケーポイント。さあ、あのひげとかさ、鼻の高いのとかつけてさ。勝手に言ってる。ちゃんとあの格好から入る。意外にひげ似合うんじゃない。格好から入ってよ。千葉先生の仕事会社はあれ？ヒゲオッケーだ。何でも。マジで？ヒゲさん似合ってる。俺も。青ひげ。青ひげやった方がいい。うん。俺あった方がいいと思う。マジで。痩せた方がいい。そっちか。千葉だって昔の屋敷みたいな口ひげでもいいかもしれない。懐かしいね。痩せた方がいい。あんな名前屋敷。え？誰？屋敷っつったの。普通に屋敷だろ。オブトリネート優勝。あ、そう言われたんだよね、屋敷で。はい。あと谷繁ってルーキーを見て返したね。あ、それ師匠そうだよね。屋敷に言われたんだよね。何て言われたんだっけ。時期だよ。あの前もなんかチームの時なんかあのドームでさ、プロの選手になんかなんか教えてもらうとかなんかそういうあれなんか俺と師匠で言ったんだよな。なんか知んねえけどな。教えてくれたの、おっさんがおっさんに。そうそう、もうだいぶ前で、10年ぐらい前で。屋敷に？だからその時はすげえ分かったんよ、ヤクルトの。これ、お？ヤクルトの、ヤクルトの。ショートバンドの姉ちゃんもシャブルコーンもやだよね。松尾、ヤクルト松岡とかいたよね。あと屋敷に。松岡ヒロム？うん、松岡、そうそうそう。何習ったんですか、師匠。なんだっけ、なんかキャッチボールとかなんか、師匠なんか言われたんだよ、屋敷にね。なんて言われたんだっけ。普通に外野フライをみんなで取ってんだけど、それボール取れねえからさ、今、ポロ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 。ちょっと。じゃあ、何て言われたの？練習でいいね。じゃあ屋敷トラウマなんだ。屋敷がトラウマなんだ。いやみろ、もしくは注意だ。振り逃げ振り逃げ。走れ。どうもどうもどうも。しょ待って。ああ、ごめん。はい、ごめん。意外と待ちきれないで打っちゃうな。最後、田島さんに、ね、カーブ、うん、それっぽいよね。なんか嘘っぽい。なんか苦笑い。右から左へ回ってきたの。チェンジアップ。チェンジアップ。上がっちゃった。キクちゃん次だよ。緊張してんじゃん。緊張してんのかな。すまん。俺に俺がさっきも俺もすぐ増そうだぞ。あっちゃん。はい。バッター持ってこうよ。あれバッターある。バッター持ってこうよ。うん。あ、そうだよ。大丈夫か。あ、そういう意味。大丈夫か。ダメだった。大丈夫かよ。みんなボ
ボケが自分の待ってたけどダメなんだぞ。今日でもみんなテンション高いですね。やっぱいい球場でやるから、そうそうそう、自然と交流してるんですね。そうなのよ。ここでほらあそこに名前が入ったりさ、テンション上がりますよね。クイズ場みたいなもんやる、ね、アナウンスもね前入れたんだよ。あ、見たいですね、なんかね、うん、左取ったり、左取ったり、行きにくいですか、やっぱり行きにくい。あー、降りとかな、降りとかな。しょ、臭いの打っちゃえ、臭いのね。スイッチな、最初出てや、それでお母さんに回しましたよ。臭いの打って、臭いの。あれ回せ回せ、最初回そう回そう。申し訳ない。臭いのはどうぜ、臭いのは。どうもいどうもい。師匠、なんで最後にダッシュしたの？完全に入ってた。恥ずかしかった。ファミスタのゲームだったさ。アウトないと。ですよね、ダッシュで。走る。